地元の高校生が今日自分たちで育てたピーマンを収穫し、旬の味覚を楽しみました。このイベントは生徒たちに地元の食や農業に触れてもらおうと、内子高校小田分校と JA 愛媛中央が今年初めて行いました。今日は小田分校2年生の15人が学校の近くにある畑を訪れました。生徒たちが自分たちで植えて育てたピーマンを収穫しています。生徒たちは地元の農家に教わりながらハサミを使って慎重に収穫していきました。もうすごい大きくてびっくりしてます。なんか愛着が湧いてます。高校生がやってくれることは本当嬉しいことですね。今までなかったことですけどね。はい、取り組みだと思いますよ。この後生徒たちは収穫したピーマンを使った料理作りに挑戦。ピーマンとジャコの炒め物やトウモロコシ詰めなどピーマンのフルコースを味わって地元の旬を体感しました。標高が高い小田地区では昼夜の寒暖差が大きく苦味が少ないピーマンが育つといいますが、そのお味は甘くて美味しいです。甘いですか、はい、やっぱり料理にして食べてみると違いますね。美味しさが引き立って、ピーマン超美味しいです。これ生徒さんたちが作ったピーマンいただきます。うん、ピーマンが甘いです。そしてコーンのシャキッとした食感とピーマンのパリッとした食感があって、とても食感を楽しむことができます。うん、美味しい。内子町小田地区のピーマン、今年は例年並みの200トンの出荷を見込んでいます。